はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日はですね、合格速報というか、合格速報っていうのは変な話なんですけど、英検準一級、高校1年生が、合格してくれました。いう形になるわけなんです。で、非常に大変でした。非常に大変でした。はい。まず何回も言うんですが、この高校生は松井塾に入った当初、どんな状態だったかっていうと、オール2ですね。はい、これオール2です。はい。で、実際問題、だから、もともと頭が良かったんだよねとか、賢かったんだよねとか、英語の才能があったんだよねみたいなことを言われるのは、ちょっとね、腹が立たしいというか、いや、それ違うよっていう話になるんです。なんで受かったんですかって言ったら答え簡単なんですよ。答え簡単なんですよね。別に私がカリスマだからとか、すごいからとか、そういうことじゃなくて、本人が努力したからなんですね。で、英検準一級の方の、二次試験の方がもうちょっとだいぶ前なんですけど、だいぶ前に、合格ということですね。で、高校の、始まって、大体、7ヶ月か6ヶ月ですか ?6 ヶ月ぐらいで、合格したと。いう形になるんですが、入ったのは確か中1の頃だったはずなんですが、中1の頃はですね、オール2だったんですよ。で、真面目に言われたことなんですけど、行く高校ありますかっていう状態だったんですよ。マジで。真面目な話。で、ないでっていう話から、スタートしてるんですよ、これ。で、1年かけ、2年かけ、3年かけっていう風にやって、英検準一級合格して、高校も無事ちゃんと、国立高校に受かってもらって、今に至るという風な形に、なるんですね。なるんですよ、本当に。で、なんて言ったらいいんですかね。頭が良かったからでしょっていうことじゃないんですよ。で、彼に関して言うと、やっぱりね、才能とか云々以前にね、やっぱりモチベーションの差が違うんですよ。モチベーションの差が違うというよりも、発言内容が違うんです。3つなんですよ。彼基本的に3つしか言わないんですよ。やります。ね、やります。できます。頑張ります。なんですよ。これしか言わないんです。簡単に言うと、こうなんですよ。で、これがね、やっぱ早いんですよ。やっぱね、元のね、モチベーション低かろうがね、モチベーションっていうか、ポテンシャルって言うんですよね。才能がね、低くてもね、やっぱりね、ポジティブに喋る人間と、行動力の早い人間って、やっぱりね、成績上がるんで、早いんですね。もう早いんです。これもう断言できることなんですけど、やります、できます、頑張りますなんですよ。で、ここでうじうじ、ぐだ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 考えてるやつっていうのは、基本的に行動が不足してるんですよ。そうですよね。だからよく私も言うんですけど、頭が悪いんだったら、まず行動しようと。まず机に向かって勉強しようと。できないことはまずない。よく言うんですよ。で、行けって言って、走り出すんですよ。で、この走り出すスピードが速いと、成績っていうのは一気に上がるんですよ。ガーンという形になるんです。で、もうやり方とか、ぐちゃぐちゃですよ。ぐちゃぐちゃですよ。効率のいい勉強方法をしたんですかとかね。よく言われるんですよね。オール2の段階の人間がね、効率のいい勉強の仕方は考えても意味ないんですよ。はっきり言うと。もうとにかく、解きまくると。で、解きまくった後どうするんですか？解きまくるんです。で、解きまくった後どうしますか？解きまくるんです。問題で間違えたらどうしますか？で解きまくるんです。もうそれだけなの、簡単に言うと。で、このサイクルを繰り返していくっていう話になるんです。で、バカも極めれば才能だっていうふうな話になるんですけど、バカも極めれば才能なんです。で、やります、できます、頑張りますっていう、この3つだけでいいんです。基本的に勉強っていうのは。勉強だけじゃないかな。仕事もそうかな。ぐじぐじ、うだうだ考えてるやつね、いつまで経ってもね、行動に移さないんで、はっきり言うと遅いんですよ。遅い。はっきり言うと。で、時間っていうのは有限なんですよ。中学1年生から受験開始しましたんで、中学3年生までで、3年間で大体1080日ぐらいしかないわけですよ。ね。
正確には1095日か、そうなんですか ?1095 日しかないんです。ね、1095日しかない中で、1日悩んでたら、8時間分遅れるんです。簡単に言うと。ね、1日悩んでるよりも、ね、1日動いた方が早いです。いや、どうしようかな、こうしようかな、ああしようかな、どうしようかな、こうしようかな。考えてるだけ時間の無駄なんですね。だから、ポイントになることは、まず行動力。まず行動力。あ、ぐちゃぐちゃでもいいんですよ。やり方とか別にそんな下手くそでも何でもいいんですよ。ね。下手くそでも何でもいいから、とにかくまず回してみる。とにかくやってみる。そして回転させてみると、あ、いけるね。という風な形になるわけなんですね。あれね、まあ、はっきり言わせてもらいますけどね、高校1年生の段階でね、英検準位って取ってこいって言ったらね、何回も言うことなんですけど、まあ、あとも大丈夫かって言われます。確実に。生徒にまあ言ったら大体思うんです。お前、これ英検取ってこいって。英検取ってこいって言ったら、いやいや、無理っすよ。大体もう言うんですよ。大体無理ですよって言うんですよ。いや、取れ。いや、取れと。とにかく、いいから取ろうと。ね。で、私これね、無理ですっていう人の意味がいまいちよくわからなくて、その、挑戦してみたら何かを失うんかって話なんです。英検準1級では取ってみましょうねって言って取ったとするじゃないですか。そうすると大学受験に対して圧倒的に優位に立てるわけじゃないですか。例えばね。例えば。で、私も誰からなしに要するに取ってこいって言ってるわけではなくて、まあ、これぐらいの水準だったらいけるだろうっていうところの、おおよその目安と算段っていうのは大体計算して立ってるんですよ。で、行ってこいっていうわけです。まあ、簡単に。行けっていうふうに言うわけです。で、行ってね、例えば死ぬとか、命を落とすとか、財産を失う。ここは止まらなかったんです。ここは止まらなかったんです。ね。今日パチンコに行くべきかどうかは考えて止まらなかった。財産を失うから。わかりますか?財産を失うから。ね。あとは要するに楽して金儲けをする方法がやっていいですかって。それは要するに人生を失うから。これは考えて止まらないからです。英検準一級を取りに行こうって目指して何か失うものあるんですかって話です。何にも失うものないのに、ここで止まるんです、人間。ここで止まるんです。意味のない止まり方っていうふうに言うんですけどね。はい。というふうな形になります。だから、まあ、この要するに話をしているときに、まあ、皆さんに覚えておいてほしいのは、もう言ってることはいつも単純な答え一つだけです。いいですか?お前にもできてるんだろうと。俺にもできるだろうと。いうふうな感じでね。いうふうにやっていけばいいかなというふうに思います。別にまあ、英検準一級を別に取れと言ってるわけではなくて、何でもそうなんですが、受験でもそうなんですけど、この時期になってくると高校受験なんてはまさにそうなんですけど、その高校受験の層ってね、まあ、簡単に言ってしまえば、自分とよく似たレベルの人間しか受けてこないんですよ。都立にしろ、私立にしろね。都立にしろ、私立にしろ、まあ言うて自分たちと同じくらいのレベルの人間がそこに受けに来るわけですよ。圧倒的に乖離あるとかって別ですよ。偏差値40しかないにかかわらず、偏差値75の学校を受けますとか言うと話は別になってくるんでしょうが、基本的には自分と同じようなレベル、ちょっと賢いぐらいのレベルの要するに相手しか戦わなくていいわけですよ。ね。ちょっと賢いぐらいの人間が要するに受かってるんだったら俺にも受かるだろうっていう話なんですね。だからまあいかにこうポジティブに持っていくかっていうことと、まず動く。ね。まず行動力。ね。まず行動力を高めていくということがまあ受験では大切になってきますよという形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございます。成功したもののすべてが努力をしてきています。いいですか?努力したもののすべてが成功するわけではないですが、成功したもの、努力したもののすべてが努力をしてきていますので、そこのところをしっかりと間違えないようにしましょう。よろしいでしょうか?それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。